ジェームズ・ライアン・ウェバーは、アメリカ合衆国フロリダ州セント・ピーターズバーグ、出身のプロ野球選手、宇藤右打ち。MLB のシアトル・マリナーズ所属。高校時代に2008年の MLB ドラフト12巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名されたが、契約を拒否して、セント・ピーターズバーグ大学に進学した。2009年の MLB ドラフト22巡目で、 アトランタブレーブスから指名されプロ入り。2014年まで参加のマイナーチームでプレーした。2015年は A 級ミシシッピブレーブスで開幕を迎え、シーズン途中にトリプル A 級グーインネットブレーブスに昇格。さらに9月8日にメジャーに昇格し、同日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビューを果たした。この年はメジャーで5試合に先発登板して0勝3敗。 防御率4.76、19奪三振を記録した。2016年はメジャーで16試合に登板して1勝1敗、防御率5.45、23奪三振を記録した。2016年11月2日に、ウェーバー工事を経て、シアトルマリナーズへ移籍した。28日に、ディエフェとなり、12月2日に、マイナー契約となり、 参加のトリプル A 級タコマレーニアーズへ送られた。その後、2017年5月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のトロントブルージェイズ戦に先発登板したが、右腕の上腕に頭筋を痛めて途中降板し、翌日に故障者リスト入りした。この年のメジャーでの登板は、この1試合のみに終わり、オフに自由契約となった。 2018年1月26日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだ。4月9日にメジャーに昇格して1試合に登板したが13日にディエフェとなった。その後5月13日にメジャーに昇格して1試合に登板したが7月14日に再びディエフェとなり22日にマイナー契約となった。 この年はメジャーで2試合に登板して0勝1敗、防御率5.06、1奪三振を記録した。オフの10月2日に自由契約となった。2018年12月21日に、ボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。2019年5月6日にデビットプライスの故障者リスト入りに伴いメジャーに昇格し、23日の ブルージェイズ戦でメジャー初となる先発登板での勝利を記録した。この年はメジャーで18試合に登板して2勝4敗、防御率5.09、29奪三振を記録した。2020年は開幕ロースター入りし、序盤は先発ローテーションの一角を担った。シーズンでは17試合に登板して1勝3敗、防御率4.40、27奪三振を記録した。 オフの11月20日に DF となり25日にマイナー契約となり参加のトリプル A 級ポータケットレッドソックスへ送られた2021年6月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが昇格直後のブルージェイズ戦で3回途中から2番手で登板すると5回に3を悲安だ13基本類な4.11失点と炎上し1試合 八飛本塁打の球団ワースト記録をアシストしてしまった。翌日の6月14日にディエフェとなった。2021年6月16日にウェーバー工事を経てミルウォーキーブルワーズへ移籍した。7月13日にディエフェとなった。2021年7月16日にウェーバー工事を経てマリナーズへ移籍した。2016年に 母校のクリアウォーターセントラルカトリック高等学校で殿堂入りしている。ありがとうございます。